は、とことこ教室の田中さとこです。いつも YouTube をご覧いただきありがとうございます。今回の、動画では、生徒さんフィルインがとても安定しました。私がレッスン前に送っている動画を見て、すごくこう理解が深まったのと、それイメージが湧いたのかなと思うんですけれども、レッスンの時にしっかり叩けていたので、そちらをご覧いただけると嬉しいです。レッスンの時に最後のご褒美に今ギターの時間を設けてます。好きにこう弾いて遊んでいいよっていう時間なんですけれども、生徒さんは、そのギターをちょっとずつやっぱり仕組みを教えてあげると面白いのかなと思って、今回は一弦一弦ちゃんとドレミファソラシドでギターもピアノのように音が出るんだよっていうことをやったらすごく興味を持ってくれました。でそんなところも楽しんで見ていただけると嬉しいです。ではご覧ください。
まだ来ない。はい。